ルーみたいな、そういうのやめてもらって。テイスト違った、まあ、そのよろしくの愛理ちゃんとね、ゆずきと2人で配信を行っていきたいと思います。この新型コロナウイルスの感染予防として、このマスクシールドを着用しての配信とさせていただきますので、一部声が聞き取りづらいかもしれないんですけど、そこはご了承ください。そして10月3日から5日の3日間3から5の3日間ですね。開催された SK48 史上最大規模の配信ライブ、 SK48 チュエルスアニバーサリーフェス202012公演一挙披露祭、ご視聴いただき、また特別企画のね、各公演30名限定ご招待ね、会場へ来ていただいた皆様、本当にありがとうございました。開催当時は朝から夜まで、まあ、裏配信もあったり ね、ずっと配信があって、本当に見る方も大変だったと思うんですけど、まあ、どっちを見ようみたいになってね、ちょっと集中できなかったみたいだね、方もね、確かに一人は絶対いると思うんですよ。いるね、一人ぐらいは、ね、いるかなと思うので、まあ、そういった方のためにも、あとまたもう一回見たいなとかね、ちょっとここでしか聞けないような話があるかもしれないということなのでね、今日は愛理ちゃんと、はい、4日に行われた逆上がり公演の振り返りをしていこうかなと思います。このアーカイブ映像を見ながら自分たちも話し合っていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。これはライブ映像の配信はありませんので、ショールーム配信を見る端末以外でアーカイブ映像用の端末をご用意していただく必要があるので、ちょっとそちらの方をねよろしくお願いいたします。どっちかしかないよっていう人は、まあ、どっちか選んでいただいて、どっちかは見て、まあ、こっちも嬉しいどっちが嬉しい、どっちが嬉しいかと思う、どっちも嬉しいな。どうだろう、こっち見ていただけたらいいかなと思います。どっちも用意していただくとより楽しめるということなので、皆さん準備の方はよろしいですか。いいよ、準備 OK。 こっちへの一時停止中、現地で見てたよ、今日も5公演目です。逆上がり何回も見てますよ。それはこちら、そうですね、こっち、ぜひ見てください。じゃあどうですか、皆様の準備がいけそうなれば見ちゃいますか。いけそうだね、いけそうだね、みんなさすが、準備満タン。いいね。オーバーチャーの始まる10秒前の位置に合わせてそこからスタートしたいと思います。ストリーミングプラスの方は12分11秒ぐらい、そしてファーストリームの方は12分53秒くらいが10秒前の位置らしいので、ぜひそこにちょっと合わせていただいて、ずれたらね、あれですよね。そうだね、ちょっと時差あるだね。5秒待つんです、倒してください。5、4、3、2、1、はい、 OK ということで、はい、それでは配信をゆずきもね、始めたいと思います、うん、これはゆずきがスタートだったらどんでいいですよね。まだよ、いつ行こうかな。言うて、フェイスブックやだしね。じゃあ始めたいと思います。いきますよ、それでは5秒前からカウントしていきたいと思います。せーの、5、4、3、2、1、こっち、おい、お耳、どなた、お耳を用意して、どうなんだろう、あ、そっか、10秒前がおばあちゃんだから、来た、あ、すごい、大きい画面が、画面が、来た、おばあちゃん来た、はい、おばあちゃん初めて見る、あ、確かにすごいですよね、これ裏でスタンバイしてるもんね、うん、公演の、何ファンの人の声、そうそうそう、そうそう、これうちらも撮ったよね、撮ったね、けど、マジで書き消されてる。やっぱ男性の声は聞けしますね。バスが強め、テノールがバス強めだから、やっぱり強め、本当にソプラノはちょっと弱い、高めだから。え、でもこれ感動したな、なんかね、すごいよね、聞こえるってなってくる、そう、初見でびっくりしたね。お、メンバーすごい、あ、こういう風になってるんだ。そうなんだね、その日出るメンバーが、自分もアーカイブ見たんですけど、うん、飛ばしちゃったから、ここら辺このメンバー紹介の部位は飛ばしちゃった、飛ばしちゃった、まあちょっとそれはあるちょっとそれはある。あ、おばあちゃん終わりましたよ。終わりってさ、あれですよね、うん、進撃から始まるよ、そうそうそう、面白かったね、面白かった、来た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 
おお、いいな、コンディションいいんじゃない、みんな思った、なんかすごい写り良くないですか、状態いいね、うん、状態いい、状態いいね、完璧じゃん。じゃこれさ、リハーサルの時もさ、寝れるみたいな話してさ、マイクさんがさ、寝れるって言ってさ、みんなで寝れるよねみたいな。そう、多分寝れないのかなって来ると思いきや、みんな口を揃えて、いや、寝れるよねみたいな。そう、リハーサルの時が確かそうだったんだけど、面白すぎて。後ろ映ってる。嘘、裏映ってる。嘘、嘘、嘘、嘘。マジ映り込んでた、映り込んでた。誰が映ってた、多分自分が。え、S の子かな、嘘、まあ、出位置が近かったもんね、うんうんうん、同じだったかな、知ってた、確かに、本当に面白かった。折り面がちょうど3チームに分かれてるの奇跡だね。いや、本当それなんだよね、確かに残ってる3人がそれぞれの、そうだよ、今知りました、嘘でしょ、嘘でしょ、てか、このオープニングの衣装がめっちゃ好きで、分かる、そう、一番可愛いと思った、可愛いよね、分かるわ、本当に、そう、だから脱ぎたくなかった、脱ぎたくなかった。だって次テルマエロマエだもんね。やめてください。裸衣装。そう、裸衣装。裸衣装じゃないよ、やめてよ。そうそうと言っちゃったじゃん今。透明裸。本当に。いいね、いいね。いいですね。反省でチームいいみたい。なるほどね。やばいやばい。それぞれ持ってんだね。持ってる持ってる。黒歴史？それぞれ持ってるんだわ。3度目はないって。やばい、あれ何回目？あれ何回目？何回目だよ。よかった。やめて。起きてきてきた。S のターン。来たよ S のターン。S 多いな結構。1、2、3、4、5、7、8人、2、4、7人だった。めっちゃ多い。血が一番少なかったでしょ。少なかったね。エンドロールやってる。そう、謎にエンドロール。それエンドロールさ、元々4人ぐらいさ、めっちゃやるやんみたいな。みんな一斉に。わかりやすい。面白かったな。顔しようね。レンちゃん。青海赤堀強いな。でもリハよりなんか言ってる。リハよりマジゴリゴリで言ってるよね。めっちゃ言ってる。めっちゃおもろかったこれ裏で聞いとって。リカちゃんともう本当ありがたい存在だよ。うん、秋田バブちゃん。やばい。秋田バブちゃん。なんかこれは告白するみたいな感じで言ってって言われたので、そうだね、ちょっとそうだったね。告白。来た来た来た。アイリンカ、アイリンカ、リンカ本当に行きたそうだもんな。確かに。なんか好きなんだ。若いよ。ね。来てきた。来てきた。もうこのテイスト分かんなかった。職目当て。職目当て。職目当てなの。それだけ職目当て。いや一応みんなね、なおさん目的なんだけど、もうどうしても職目当てになっちゃったんだよね。それだけ。それだけ職目当て。そうなんだ。ハーレム、ハーレム。おもろい、おもろい。懐かしいな。お、あ。これまであの、ね、聞き逃しただけなんで、そう、ちゃんと映像にも残っちゃってるから、本当に。やっぱ、行かなきゃ、ね。行くしかない。30万らしいっすよ。ね、どうしよう、何でも食べれる気がする。どこ行く？どこ行こう？計画しようね。あ、来た！大好き、これ。おもろい。来た、本当に。これでも結構日常的な感じだったよね。リアルだったよね。これわりかしリアル。これ本当、本当に思ってる。うん。本当に。ドンタンかーい。ジャイアン、マジ考えジャイアン。本当それな。取ったら私の。強いわ。くるくる。あの強い。投げてる。手出ちゃってんじゃん。手出ちゃってんじゃん。ボコボコ。ボコボコじゃん。レオピー。お姉さん。ね、お姉さん。
丸投げ。ゴリゴリに丸投げ。急に急に始まる。急に収集し始める。新鮮ですね、この感じも。ね、始まるの。ほんとそれ。うん。ほんと新しいと思うな。うん、はい。はい。漏れてる。ね。あ、出た。漏れてる。これみんな言えてなかった。あの、リハ。リハそれの。リハ。でもちゃんと言えてた。マイコさんが振りかかるが滑舌的に言えなくてずっと裏でイエーンってこれ難しい、一人だったら無理やり。そう、これ頭の中で一文字一文字を起こしながら真剣にこれ言ってる。これなんかゆずきとちかとレオナが一番言うのよ。うん、うん、あ、脱ぐのですね。なんでやねんってうちらあ、うちらめっちゃ多いなみたいな。いや、めっちゃ長かった。全然いいんだけど、うん、うちら一番多くないみたいな。合わせて気づいた。台本長かったの。本当に。ゆずきちゃんは出たことあるのありますよ。5回ぐらい出ました、この子は。でもこれ、ちゃんと言った記憶はないです。嘘、でもリベンジ公演でしたよね。そう、気持ち的にはリベンジ公演。でも、なんかゆずさん楽しかったって言ってたから。めっちゃ楽しかったと思うよ。うん、本当に。克服。あ、ここに好きのポイント。あ、かわいい。カメラ目線。狙ってんな。向かってったらなんか赤いのついてたから、お、映ってんじゃん。かわいい顔しとこうみたいな。かわいかった。本当に。この歌大好きなのよ。これはワンテンポ遅いっすよね。なんか。実は大丈夫。イヤモニずれてた。ずれてた、多分。つけてないでしょ。ため息づき。本当に好きだわこの歌。うん、いい歌。悩んでたの。好きだわ。5回ぐらい歌いたかったこれ本当に。これ5回、うん、これ5回はちょっと多いかもしれない。うん、でも普通こういう曲って最後じゃないですか。締めっていう。一番最初からね。うんうん。いやこれ本当にね。はいはい、はい、あの今サビ 0.5 言うんですよ。うんうんうん、でその前が 4.5 なんですよ。うん、でも今回ピッチっていうんですか、その番号とバイオコーンの間が通常60センチだったのを100に広げてるんですよ。だからもうめっちゃ時移動やばくて大変な人ボークって思ったから本当に危険だった。危険ですね、それは。なりゃなりゃみたいな。確かにもう今回めっちゃ移動大変だった。しかもソーシャルに作られてるじゃないですか。余計に大変だった。移動ね、そこ考えながらね、脇から汗が、あ、目から汗ね、びっくりした。びっくりした。脇から汗が、それは出るわ。汚っ。出るわ、生理現象やば。トトトあ、ここアイリッターのペアだったね。ペア。まあ、映ってないですけど。映って、映ってないですけど。映ってなかった。映ってないんで。アイリッターのペアだったな。気づかなかった。あ、いいよ。わ、いいとこじゃないですか。いいごちそうさまです。いいね。話したいんだよ、こう向いて。あ、あずちゃんいる。いるね。お、あ、かわいい。じゃあもういいじゃん。この時の髪型めっちゃ好きですより。まあね。かわいい。まあですね。まあですね。否定ません。おーちゃんさ、何回も見ると思うんだけどさ、うん、絶対にカメラ見るよね。いや、ちゃんこの人はめっちゃずっと見てたって言ってた。でもね、おーちゃん丸の眼力すごすぎて、まじなんかもう本当に恥ずかしくなった時あった。あ、ずっと、ここは今見てた。見てた。あ、ここでモニターで自分が映ってること確認してちょっと見るっていうね。時差があるから、ね、そう、時差ここでモニターに。あ、そうそうそう。確認から入る。あ、もう終わっちゃう、どうしよう。終わっちゃう、この曲。いや、長い、いっぱいあるんで。リピートしたい。ここだけ、ここだけ。好きなのよ、本当に。前で自分の手のひら。いつまでこれ時間をした。はい、いいですね。誰も。でもこの曲地味に覚えるの苦手でしたより。本当に？うん、なんか簡単な
曲とかの方が単純だとね。そう、確かに移動もそんなないじゃないですか。確かに、だからもう大変だった。単純ってそうなっちゃうんだよね、うん、本当にだんだん曲調が上がっていくステップ。そうだね、確かに。いいな、なんかもう一回やりたいね、ほんとそれね、うん、頑張って覚えたから。なんで一回きりなんだろう、まあ、そういうもんか時戻したいわ、時戻したい、ね、でもなんかがめっちゃほんと死ぬかと思ったんですけど、うん、この期間、うん、もう打つって感じだったけどでもあのやりきった分がどの周年よりもあったあったね、確かに、うん、これ揃ってんのよ。おー、ほら、え、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗だよね。あっ、待って、すごい感動しちゃった。え、ここの始まりめっちゃ好き。ドゥン、急に明るくなる感じ。それな。おい、めちゃめちゃガリで地面を受けて癖強くいいね。あ、見ました、おーちゃん見ました、目合いちゃいました目合いましたいいね、はい、さっきとは違う笑顔がね、見てますね。いいですね、なんか本当にこの公演楽しい、大好き。これね、後ろでね、うん、リカちゃん、マキコさん、ゆずき、ゆうゆが同じなってるのブロックみたいなところになってるんだけど、うんうんうん、足の踏む順番がね、難しくてね、うんうんうん、声出しながらね、うちらでね、次左、右って言いながらやってるの、実はいや、嘘そう、次どっち、左足みたいになって、うん、外です。次はね、左足って言ってるかも。左足はいいの？あ、うちなんだよね。それそうだな。そう。かわいい、チカちゃん。はい。びくしゃみしたんだけど、喉がすごいな。置いてくれ。懐かしい。ひーらー。あ、なおさんが。ここめっちゃ好き。白いブラウス。バクイケかましてるよね。爆撃かましちゃってんのよ。逆上がりね。ちょっと疲れちゃうよね。疲れましたね。ずっとこのテンポだったらさ、うんうんうん、疲れた。ちょっと楽しかったな。いや本当楽しいのよこれ。お、いいよ、リカちゃんタイム。本当だ。かわいい。これリンカ見てるよね。かわいい。見ました、ゆずさん。何？アーカイブ。あ、見た。あの坂上がり公演は、うん、見たかも。見ましたよね。そう、一回坂上がりだけ見たかも。でもちょっと飛ばし飛ばしもある。うんうん、分かります分かります。ドゥ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 。これリカちゃんとずっと神手かな。え、これめっちゃ楽しかった。そう。ずっとリカちゃんと遊んだここ。はい。きなくて途中で諦め。ここさ、すごい低音なのよ、歌。うんうん、リカちゃんが低音上手に出してくれるからさ、うんうん、ありがたかった。歌いやすい。歌いやすかった。すごい、眺めてるわ。そう、めっちゃ眺めてた。リカちゃんと眺めてたよ。いいね。楽しそう、いいな。楽しかった。てかこれなんかめっちゃ前の記憶になってる、もう。え、待って、何ぐらい？あ、これ近いのがめっちゃ苦戦した振り一生教えてた。これむずいですよね。え、1、2、3、4、5、6、5日前ぐらい。5日、あ、じゃあ意外と経ってる。5日前だよ。なんかもうほんと1ヶ月前ぐらいの記憶。うん、ほんとだよね。うん、当たり前だったな。ほんとにてか、みんなに合ってるね、この出演メンバー。うん、ほんと。ドゥン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 、はい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 、とはい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 、カメラアピールいきます。はい、投げ中、投げ中率。はい、2人目、はい、3人目、はい、4 5 6 7 8 8に半分でした。半分投げ中いただきましたと思った。めちゃ投げ中多いよ。めっちゃ多いです。そう、飛ばすやん。みんなもらった。めっちゃ飛ばしてくれるやん。本当に。半分持ったら。あ、アイリーさん。
とな。いやでも、うん、なんかファンの人本当にたくさん入れてやりたいなと思った。なんかカメラに抜かれてない時の振りとかめっちゃ頑張って覚えたのにって思ってこっちがちょっと見どころみたいなパターンもあるよね。だから見てほしいなって思って。わかるわ、ほんとそれな。うん、それ以外もね、まあ、定点がないっていうのもあるもんね。そうなんですよね。定点かんからね。キラとは言えなかったっけ。レドウはい、はっけ。 OK、 はけれたよ。ちゃんとはけれた、ちゃんとはけれた。一生懸命これ衣装脱ぎしてます。今頑張って衣装脱いでます。私はまだ残ってます。残ってます。はい、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 はい。ああ本当に脱ぎたくないなって思ってます。ロンマイ来ちゃうから。本当に来ちゃう。ロンマイまで3秒前です。やだ。ロンマイ2人来ます。やだやだ、その感動。はい、来ました。センターインです2人。誰誰誰誰。ゆずきとレオナ。ゆずさん。そう。ダダダダンダダン。よく晴れた午後で。このゆずぽん似合ってる。いや、この歌めっちゃ好きなんですよね。ね、が伝える。いいね。しるしるなんかアラビア感半端ない。アラビアジャスミンかな。ジャスミンだわ、いいな。ジャスミン、マジジャスミンだね。ジャスミンだ。ゆう、こんな大人っぽい表情しちゃってどうしたの。まあ、いいですね、ゆずさん。ガラガラ、まあ、すごい時のあの鳥なんかアクセントポイント。ゆずさん、ゆずさんマジあれやりがちね。あれ好き、ゆずさんの、うん、癖なんだよね。めっちゃ飛ぶ。そんなすごい、うん、そのよう飛ぶんだ。震えた、うん、お、いいね、あおみいいやん、かっこいい。開発期間で思ったんだけど、ひめたんってマジでさ、陶器肌よね。いや、マジで思います。え、これアリーシー、本当はお腹越しなんですけど、めちゃめちゃもう頑張って頑張ってあげて上にもうめっちゃ上げて、一人だけお腹越し出してなんで。違う、アリー足が長すぎるのよ。あ、いや、マジで頑張って上に上げて、もうどうしても絶対許せないと思って上げた。あの、本当鉄壁だったね。マジで絶対許せない。鉄壁だったよ、本当に。教えられた、かっけえ。いや、これもなんかめちゃくちゃしたな。ね、見えてないですね、アリタ。これは思うんですよ。大事にすること。これもね、振りがね、みんな違うんですよね。ね、2パターンっていうのかな。そう、2パターンって、2パターンある。いや、もうドゥン、じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃんじゃん、いいよ、じゃん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 。お、いいじゃないですか。おい、やっぱカメラも最高だよね。照明も最高なんだけど、うん、いいですね。あ、そう、照明すごいなと思って、最高。今回もなんかあ、ここすぎ下がる、うん、といいなあたり、何かも間違い、私好きだわ、ここ。もうここは消えた。うん、おー、頑張ってんだ。いいですね、頑張ってんだ。はい、ちょ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 、これ疲れちゃう。はい、コメント読めない、なんか、はい、嘘、忘れちゃう。キャラ強い。4、5、6期、本当強いですか。強い、キャラ強い。なんか先輩が、あ、間違えた、間違えた、間違えた。ん、先輩が多い、少なかった。あ、少ない、うん、そうだよね、確か。
って思ったらその中にいる先輩たちのキャラは強い。クセモノしかいない。個性すごい。あ、この曲も苦戦したな。難しいよね、これ。難しいですよね。ドゥ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 、この振りめっちゃ回った。返した忘れしないシャツの制服。ゆずさん、研究生だったんですね。そう、研究生だった。もうなって3ヶ月とかじゃない、多分で出てたんですか。3、4ヶ月、半年も経ってないぐらいの時やった気がする。あんま覚えてないけど、とりあえず若かった。目指すよ甲子園、いいスイングです、みんな。うん、でも本当に、あ、カメラ来る、かわいい。次、次ゆずちゃん。あ、これね、カメラアピ、かわいい。打っちゃいました、今。かわいいな。かわいい、みんな。みんなやっぱ仕上げてきたね。仕上げてきたな。顔がもうみんなかわいいしね。うん。ゆずきさ、今レオがめちゃくちゃ全力の笑顔だったじゃんか。なんかあんな全力の笑顔できなくなっちゃった最近。嘘できるよ、ゆずさん。ほんと。そう、こんな、もうレオくんのさ、そのって思ったけど、なんか。笑えない？なんか違う。違う、なんか。大人になっちゃった。あやっぱ闇抱えてる頃ですよ。違う違う。じゃあなんか、生きるかな、ちょっと。いやでも可愛いっすよね。本当に。じゃあ、口の。なんか落ち着いて笑ってますね。ねえ。いや、いいと思う。本当にいいと思う。そう、エルキこの歌好きですよ。これみんなどうやってこっちにコメントしてるの？こっちね、見てる人は、うん、見てない、見てない、ショールーム見てる、ショールームとこれを一緒に見てるわけじゃん。ああ、じゃあ見たんだと大丈夫。そう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 、なるほど。だからどっち見るみたいな話ですよね。まあそうですよね。そうそうそう、あ、PC はね、できるのか。そうそうそう、2画面にして PC も入れない。なるほど。聞いた命に願いなら腕が疲れる。愛ちゃん、ウィンク最強すぎだったよ。そう、やった。それな、イエーイ。そう、シンクロする、カメラ向く。また小学校に君の焼け、この感想も合わせましたね。いや、むずいよね。うん、ドゥンドゥン、パン、シャカブ、ジョン、ジョン、むずいだよ。しゃがむ、うん、たん、たん、ずんつく、たん、たん、たん、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブ、エイ、ワン、ツー、スリー、はい、ダッシュ。もうこれ、ちょいダッシュ。ソーシャルダッシュ、ダッシュ、はい、はい、でも、はい、めっちゃ難しいフリップあったけど、これをみんな自分たちで覚えたっていうのを、やっぱみんな分かってほしい。本当に分かってほしい。当たり前だわ。もう俺らの首どっか行っちゃうよ。大丈夫？なんかめっちゃずっと笑ってますね。ね、かわいい。お、アイリターンタイム。あ、本当に嘘が優しかった。あ、なんで、いいじゃん。あれ、本当にこの衣装的に映してほしくなくて、ずっといいじゃん。本当に、あ、映んないで映れって。いいじゃん。本当に嫌だった。いいやん、いいやん。ダメだろう、いい歌、いい歌だわ、本当に。かわいい。は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 い。この16人でやるの初めてとは思えないぐらいだね。おー、嬉しいね。嬉しいね。あんだけウインクしたらカメラさんも抜いちゃうでしょ。まあそれそうだよね。もう何やるべきか分かんなくてずっとウインクした、うん、初日で千秋楽なんやね。いや、それな、
この衣装レア、レアだね。レア。だってこの声自体も1年ちょっととかだから、うんうん、初めて見ました。うんうんうん、1年ちょっとだもんね。見入ってしまう。あ、つくわ。なんかこれがあざい。確かに、これテッカテカって気がするんだよね、顔。うそ、めっちゃ世界する気がする。マリ、ここ飛ばしちゃったからみたいな。ひなのの前髪アトムみたいだった今。かわいい。汗が似合う。でリカさんもうリハから生き生きしてたね。マジョース自分でもこれ声変と思って笑っちゃった。マス会場暑そうだったね。暑かったっけ。どうだったの会場。会場そんなめっちゃ暑いじゃない。声の方が暑い。いつもも確かに声の方が暑めだね、うん、本当に。ドゥンドゥン。あ、待って、ユニット来ちゃうじゃないですか。もう来るよ。ユニットは超見てほしいの。お、そう、一番楽しかった。いや、ってさ、逆にそれしか選択しないんじゃないかっていうぐらいのハマり声だったよ。本当ですか。2人とも。いや、でも、これでもまだ言わない方がいいのか。いや、めっちゃ汗。ゆずさんのね、ユニットがね、うん、エンドロールで来るかと思いきやみたいな、うん、そこ行くって思ったけど超当てはまってて、あれマジで感動したんですよ。いや、可愛すぎて。ゆずき思ったよ。あ、もうちゃうんか。この人は受け身、すべて受け入れていく。じゃあもう、ゆずきもびっくりした。ゆずきも1曲目のやつだと思ってたから、うんうんうん、えどうしてってなったの。でもマジで可愛かった。嬉しい。超綺麗。嬉しいな。イエーイ。盛り上がってます。盛り上がってます。テファンの人たちは携帯でやってくれてたのかな、うん、画面。多分そうだね。だと思うよ。でもカラオケで見てくれた人とか絶対楽しいだろうな。いや絶対楽しいよね。どうでさえなんか本人映像のさ、うんうんうん、何ライブ映像とか流れてるカラオケとかもさよく見るから、うんうん、見ますよね。バッチボコン楽しいよね。マジ。バッチボコン楽しいから、ね、それこそ3人まで多分カラオケ入れたから。あ、そうなんだ。ファンの人で集まって見てる人とかも多分いると思うんですよ、3人ぐらいで。確かになんかさ、視聴者数とか見てもさ、それだけでもすごいなと思うけどさ、うんうんうん、それ以上に絶対いるわけじゃないですか。で、そう思ったらさ、結構ね、見てもらってたんだなと思った。本当に。なんか楽しい、うん、と思う。めちめちからムキムキだよね。自粛の期間とかでめっちゃ筋肉量落ちたけどさ、うん、復活しました。復活したと思う。こんな1ヶ月ずーっと踊り込んでた。多分みんな多分そうだよね。衝撃的。うん、そう、本当に天然超裸だった。色味だよね、うん、色味がもうね、色が、うん、確かに劇場の定点ってね、ちょっと暗めだもんね。そうなんだよね。でもこの感じの今回アップが多めじゃないですか、うんうん、そうだからちゃんと服着てるって分かるよね。確かに定点あったらちょっとワンチャンそう見えてたかもしれない。見えてた、うん、本当に。確かに奈緒さんが後輩と喋ってる、うん、喋ってるの。喋る喋る。かわいい。友達でしょ。友達でしょ。確かこれといったエピソードないしね。かわいい友達ね。なおさん、かわいい。ほんとそれ。確かに。いや、ほんと、ほうもおもろい。かわいい。レオナさんってめっちゃ
大人ですね。レアナ、うん、え、そうだよ、なんか同期なんだけど、ほんと年下なんだけど、レアナの方が年下なんですか。すっごい甘やかしてくれる。ええー、昨日もなんか学園でくねーってなったら、うずちゃんみたいな、疲れたのって言ってそう、めっちゃ疲れたうん、ちょっとねってそうなのみたいな、お姉さんって感じ、ね、そう、いつも甘やかしてくれる存在、うん、本当に本当に。楽しいのよ。レオナさんマジ年齢若くなってる。でも、ね、でもお姉さんだよね、うん、ちゃんと。本当にお姉さん。ゆうきもお姉さんだと思ってる。お姉さん。お姉さんだと思ってる。私上なのに。出遅れた。今どの辺ですか。今はね、頭4曲が終わって、自己紹介が終わってユニットの前に入る MC 中です。はい、です。そうです、そこに合わせてください。です、まもなくあのユニット入るって言ったら言いますね。うんうんうん、またはよはよユニット、はよ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 。ゆうきちゃんは K2 でお姉さんなん、お姉さんか、そんなのゆうさん、ゆうさんは同い年、ね、みんなに合わせられる。うん、わかる。え、わかる。超すごいと思う。みんなの年齢差合わせられる気がする。マジでゆずさんは、そう。お姉さんではない。あ、わかる。お兄さん。なんでやねん。お兄ちゃん、なんか、あ、あれだ。学年で1個上のお兄ちゃんって感じ。そう、先輩。先輩。先輩、超先輩みたいな。わかる。そうなの？でも男の子ですよ。同じだよ。メンズかよ。メンズ、メンズ、メンズかよ。まさかの七号の MC。もうちょっと聞いてなかったですけど、どういったどういったシーンだったんですかね。でもすごいコメント見た。あ、そろそろユニット入ります。どうぞ。いきますよ、ユニットキック。これもかっこよかったな。かっこよかった。めっちゃいい。みんなすごい。ここで多分ゆきファンは思った。ゆずきどこかな、これ。一回探しますよ。いないから。いない。マジで一回探す。だよね、うん、いや、アイリもリハでゆずきさんの見てるはずなのに、これ始まって探した。一回一回探したけどいなかった。じゃあ逆にこれ以外ないと思ってたんだ。なんか、うん、なんか、うん、うまいからとかじゃなくて、うん、その雰囲気的に、確かに確かに、なんか当て込まれやすいなって思ってたから、うん、あったんだけど違ったのよ。違った。でもこれはこれがマジ見応えマジで。いや、あのメンズ強いんですよね。強ない、強い、ほんとにバーロー、ブルーイスのハマり役って感じじゃん。懐かしい。1回しかやったことないけど。え、そうだよ。待って、入りたての武道館で1回だけ。ただけ常連かと思ってた。自分でも思う。てか、この歌が好きすぎた、ゆずき、ほんとに、うんうん、昔から好きなのよ、この曲。ほんとに好きだった。サビめっちゃ好き、あの、めっちゃ噛みそうなやつ。あ、それだ。Miss you、あの冷めた月が窓から降り、悲しいのに私を染める、冷たいような手がかりを、これめっちゃ好き。私の場で待っていたって、誰も来ないと分かってるけど、ここにしか、お、いいね。時の流れをかき混ぜながら、天井の前へ行くまで。まいこさんの踊り方好きだわ。わかります。なんか抜きがうまい。うんうんうん。いや、まいこさんは髪までダンスしてるもん。おお。っていつも思う。確かにね。演出だよね。髪の感じまで。たまま、なまま。でもいいな。ひなのもうまいのよっていうか、雰囲気作りがまずうまい、うん、ですね。めちゃくちゃ似合ってる。ちかこさんかわいいね。顔がかわいい、マジでかわいい。似合うな。似合う。衣装のがまず似合う。似合う。すごい。じゃなんかさ、すごいね。なんかメンズアイドルみたいな。わかる。めっちゃ似てる。これはメンズアイドルね。うん、本当に女性アイドルの踊り方じゃないもん。ではないよね。うん、すごい、さすがリカさん。
ね、好きだわ、うん、ベイビー、このビオスはビビった、いやそれな、ビビるよ、かっこいいんだわ、知りだけなのに前もやりたいね、アイリーも似合いそうじゃない、確かにアイリーもさ、結構どのジャンルでも消化しそうな感じする、ほんと当て込まれないだけで絶対匂いマジで当て込まれたいいや本当に、でもこれ見て、あ難しい無理ってなったなんかなんだろうね、なんかダンサーがやったらマジですごいんだろうなって思う、振りのなんか作り、うん、ダンサーやったらやばいですね、本家がもうすごいからなって思っちゃう、ほんとにドゥンドゥン、すっごい好き、天寿観音、チュ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 チ、出れますね、じゃあ Miss you 青染めの月が戻からグリーン、入ってる入ってる、私を染めるさよならなんて、ここ好き、これあれだね、なんだっけ寸劇で教えてたところ、ね、あそう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 、それがエスを取れる、みんな本当におもろい、天井のゆっくり回り忘れさせよう忘れる恋の無理は一方的に、イエーイ、あ、待って、もうすぐ来るよ、アイリの来るよ、ノー、ノー、たまらん、イエーイ、イエーイ、エンド、ノー、ワン、ノー、やっぱ余裕のある踊り方したいわ、うん、抜き、今抜きを勉強してるんだよね、いや、ユサはマジで完璧だから、もう何も学ぶことない、やめてもろてやめてもろてどうだったよ、皆様お似合いで、もうかっこいい、よかった、あ、来たよ、はい、アイリーのターン来たかわいい、2回目です、これはちなみに、お、2回目 ?1 回、もうやったことあって、確かにやってるイメージめっちゃあるかも、そうなんですよ、なんか本当にメンバー見て、うん、絶対この2人だろうなって、色合いもね、やった、絶対この2人だろうなって思ってた、正解、似合うもん、でもこれ結構ファンの人がよかったよって言ってくれたんで、ね、嬉しかった、なんかこれはでもコール聞きたかったよね、あ、そうなんですか、これもさ、なんかさ醍醐味の一つとしてさ、うん、そのコール合戦みたいなのあるやん、うんうんうん、そうそう、それちょっと楽しみだったけどね、でもそうなんですよ、タイムラインでも騒がれたんじゃないでしょうか、知らない、確かに知らないけどあ、いいね、かわいい、かわいい、近づいてくる感じ、ここ見なかったのか、そうなんです期待しちゃった、そうなんです、え、でも2番のそんじゃないよねをちょっと見てほしい、見た、楽しみにすれば、そこは見てください、いや間違えた、よっしゃ、なんかさよっしゃ、次最後、よっしゃが好き、最後か、好きなのよ、よっしゃ、ワンハーフだってもうよっしゃなんで、あ、そっかそっか、そうだ、そう、超えないとこって2番もあるんですよね、ね、わかる、普段見れないから、そう、だから2番の振りを初めて見て、あ、そっか、そう、わがままってあんま2番でやらないらしくて、そっか、クリスマス本当に似合うな、似合う、かわいい、やった、かわいい、あ、待って、そんじゃないよね、来るんで見てくる、アイリちゃんの注目ポイント来るよ、来るよ、来るよ、かわいい、なに、かわした、かわした、ここだけ動画ちょうだいそう、ウィンクしたんでね、ちょうだい、マジかわいいじゃん、やった、本当
当君らなんか私服かなと思う。いや待って、これはやばい、これ私服は死ぬ。これダクシャー着てなかった？リボンでかいですよこれは。着けてるでしょ。リボンでかい。なんか意外と振り難しそう。いやそうなんですよね、意外と駒音の取り方難しくない、うん、これ慣れるようにグラちゃんを育ててみたい、明るい衣装をもらえるようにみんなくれたりして。あ、来ます、よっしゃ決まった決まった。時間が足りない、流れ星本願でよろしく。かわいい、イエーイ。トゥン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 、これ難しそう、これ難しかったね。トゥルルルルルルと29なんですよ、10年後。やば、10年後、えぐギリ30手前あらさあらさあ、好きこのユニット。いや、わかる、これいいですよね。ただ、うん、歌いたい、本当踊りたいんじゃない、うん、歌いたい確かに、え、これ難しそう、フリー以外と。むずいのよ。こんなんだったんだ。このおさんも若いピチピチの可愛い子たちがいて、若いですね、これ若い。でもよくない、なんか若い子たちで集めたりとかめっちゃいい、うんうん、でもこれなんか大人っぽいからね、めっちゃいい、大人がやってそうなのにめちゃくちゃいい。すごい、これあれみたい、リターンマッチリターンマッチの女バージョン、女の子の方の衣装確かに。リンク似合うじゃん、可愛いじゃん。いや、みんな似合うな、みんな似合う、ね、みんな似合う、めっちゃ似合う。あら、かわいい、みんな似合ってるじゃん、どうしたのみんな。うん、もうね、ひらひらうまくね、歌詞これ絶対リカちゃんうまいじゃん。いつも分かる。でもこれリカちゃんがね、すごい教えてたっていうか、あ、教えてたんですかね。うん、確かにリカさんやってそう、これも。もうダンスの先生かなと思ったらリカちゃんだやめて、リハダンスの先生だったね。ありがたいよ、そういう人がいてくれるのは、うん、本当に。いろいろちゃ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 。このメンバーは予想できなかった。いや、そうなんですよ、ね、皆さん誰がやると思ったんだろう、これを。うん、みんなのイメージは誰だったんだろうね。確かにね。でもメンツ的に確かにこうなるかもね。どうだったんだろうね。中学生から社会人までいるように感じない。社会人、社会人いる、社会人、そういうこと、あ、そういうことか。ん、公演の中で、このメンバー、このメンバーはいないですね。社会人おらんよな。ない。え、社会人って何歳からですか。でも高卒、高卒っている。あ、それはリンカ。あ、リンカ高卒、高卒、こうじゃない。ああ、じゃあ社会人になるのか。でも一人じゃない？でもすごいね、幅広いよ。中学生がいるのが、うん。だって一番年上でしょ、リンク。あ、そうなん。K2 にいるとやっぱ赤ちゃんって感じするからな。うん、あ、でさ、あれも赤堀ちゃんもだ。あ、キミちゃんも。ああ、キミちゃんもだ。わかんない、もうなんかみんな若いんだもん。いや、ゆずぽとかめっちゃ大人っぽくないですか。いや、マジ大人っぽい。なのに、まだね、こう全然、こう、2とかだよね。ゆうゆも若いしね、若い。本当にすごいよ、うん、もう本当におばちゃん泣いちゃうおばちゃん、このみんな成長ですよ、このみんな成長しちゃって。それはそう、本当にどういう気持ちで見たらいい親目線ね、うん、本当にいいなぁ、なんかガミちゃんもね、めっちゃいつも元気なのにちゃんとハマってますよね。ハマってるよ、
なんかこんな表情できるんだなってなんか本当に思う、うん、いつの間に覚えたの本当に絶対苦手この振りカノンカノン系本当に、ね、若い子たち本当に覚えるの早い吸収率が半端ない本当にお大人じゃん、ほんの大人じゃんてけててここ好き泣いたな、みんな頑張ってたいつか来た道やでほんのが美しいみんな美しいよ来たよ来た、ね、エロかったやったこれはこれは本当ね、ちょっと横毛が邪魔だったんだよねちょっと待って、本当だそう確かに横毛邪魔ですね、これ直すよ、直すあ、直さないかあ、直した直したでもなんか、これが一番反響でかかったいや、でもそうですよね、すごかったもん想像以上に来てびっくりしたのいや、だっていつものゆずさんの感じじゃないもん、ね、いつもだって元気なイメージしかなかったから、ねヘロいってなった。ゆずきもね、落ち着けるのよ。でもこれで証明されたんだよ。落ち着けるんだよね。初めて知らせたら。はじけるけどね。落ち着けるんだよ。いやでも本当はじけるイメージしかなかった。これは本当に良かった。いや本当に。てか3人ともいい。ね。うん。姫たんも超スタイルいいし。なんかバランス良かったなと思った、うんえ。めっちゃいいじゃないですか。愛しそう、マジで抱きしめてくれほんと誰か求めてます一人で凍えちゃうよ、もうこんなん灰になっちゃ う, そう灰になる前抱きしめてくれほんとにこれは超良かったなんかアーティストって感じ、アイドルってよりマジ、うん、デビューするのほんとにうまいアーティストでいっそいやこれはいかに力を入れずに踊るかっていううん、確かにめっちゃ抜いてますねあ、なんかいい意味なのえ、そう、難しかったでもこれあれですね、ステージ下でね、やってそう、ステージ下でセリもなかったしねうんうんこれこそ生で見てほしかった、振り的に歌声しかやっぱ基本的にないうんかっこいいそのにのうんいや、これはちょっと見てほしかったね、うん、レアナさんのメイクがなんか大人っぽく見えるおぉ君いい色吹くねえ、エロいすごい22だからな確かにちゃんと大人でしたそうなんだよねいいな、アイムやりたいねえ、あれ絶対一生年取っても大人っぽい曲は回ってこない気がする自分が本当なんかいや本当はそうだよねやりたいんですよ口うつしのチョコレートとかあいいねこういう抱きしめられたらとかやりたい確かになんか伝統芸を伝統芸にしてほしくない本当にあなるほどちゃんとよく言われるけどいやでもゆずさんのこれはマジでよかった本当にどうせ。そうか。デンデンツ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 。だからあにもいずれぜひいつか見たいけどって。見たい。大人になったら。ね大人になったら。若いうちはまだね可愛いのいっぱいやって育ちます。ちょっと今若いうちに可愛いやつやってて。そうじゃない。ねえいい。ねえいいよ。ゆうさんの前髪たまらいや前髪や。めっちゃ好きいや本当スローリーにしたよ超スローリーいつもと違う、うん、
どうしたら雰囲気、これはアップだからさ、正直、うん、表情やってなったらもうそうなるよね。いや、むずかった。むずいですよね、これは。これはむずいよ、本当に。ノリでいけるものじゃないですね、これは。本当に。化石になるよりいっそ。メイク変えたりするの、でもなんかメイク変えたりするよね、雰囲気に合わせたりね。本当に。それは思うんだよな。肩見れると思ったら大間違いだぞ。見せねえぞ。本当に。アイリー虫歯似合うだって。やりたい。うん。だからユニット全部やりたい。ね。全部好き。わかる。全部いいよね。うん、これもなおさんしか。これまでソロライブだったよね。ソロライブだった本当に。でもなんかユニット予想みたいなみんなしてくれたじゃないですか、なんかこういう感じで、うんうんうん、結構虫歯が多くて、メンバーの予想が本当だ、いけだ、どんどん分かる、なんかそう、他にもなんかファンの人とかがそう言ってくれたりしてたので、愛の色、まあ、愛の色、愛理の色、まあそんなもんだよね、愛の色、うん、愛理、確かに奈緒さんのエンドロール、いや奈緒さんこそ何でもできちゃうな、確かにそれはそう、うん、エンドロールやってそうだし、抱きしめられたらやってそうだし、ね、いやそうなんだよ、私もそう来る、でも奈緒さんなと思った、まあ、見たいって思っちゃった、うん、全部見たい、ね、好きなんだよな全部、流れ星やってんのも見たい、うわ見たいね、逆にやんなそうだから見たい。あ、ナオさんの折り面は愛の色なんだ。そうそうそう。そうなんですね。そうなのよ。へえ。しかし逆上がり最高すぎた。あざっす。わかる。あざっす。そうだね、確かに。リカちゃんとナオさんはその当時とは違うユニットしてるからさ、うん、ポジションは一緒でもさ、あの今までやってきたところでもユニットが違うからまたねいいよね、本当にいいな、この衣装もいいな、いいよね、かっこいい、わかる、めっちゃ可愛いし、うん、いいなぁ、やりたい、ゆきももっともっと声に重みがあればこういうやつやりたいなって思うけど、ちょっと無理、なんでゆずさんも全然できる、いや違うの、ゆずさんはマジで何でもできる、いや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 、これはちょっとミッドナイトか、やりたいな、ミッドナイト坂上がりか、ミッドナイト、ちょっとカラオケで一人でやろう、そうなの、ね、カラオケで一人やろうぜ、カラオケでやる、それいくらでも歌うわ、いくらでも、いくらでも歌う、あでもこれやりたい、これこのさ照明ずるくない、浴びてーと思ったもん、これこれ映像も浴びてー、地面に向かって歌いてーと思ったもん、いいなこれやりたい、いいな、羨ましい、いいな、これ照明ずるいですよね、照明ずるいわ、さらに良くしちゃってんだもん、うんうん、いやマジライブ、ソロライブ、いやほんとそれな、今けなけな俺は浴びてー、やばい、いや浴びてーだろあの光誰しもが浴びたいよあの光は、いやいいですよ、うわいいな、一回リハでやらせてもらえばよかったな、ここ一回リハそうですから一回見たかったわ、いや見たけど、悔しい、おお、掴みに行った、悔
しいな。おつかみに行った。水木もつかみたい。本当に。かっこいい。かっこよすぎるな。ずるい。本当に。ずるいずるい。お足でマイクを起こす感じですね。足、かっけえ。いいな、この影。いいね。かっけえ。残像の感じ。いいね。回ってしまった。かっこよすぎ。これ思った。スタンバイ。カットできないのよ、チカちゃん。ごめんごめん、チカちゃん。それカットできないのよ。いや。はい。当たってましたか。当たったよ。確かにまたなおさんのさ、うん、女性人気増えちゃうね。増えちゃいますね。当たりじゃない。絶対、ね。メンズが惚れるのは当たり前として、女子まで。トリコにしちゃう。これ以上トリコにしちゃう。勘弁。勘弁。いやでもゆうさんもね、女性ファン多い。え、お、ね、いやいやなおさんはもう本当すごいよ。本当にすごい。かっこいいもん、女も惚れちゃう、こんな。惚れちゃうよね。惚れちゃう、惚れちゃう。ずっちー。ずっちー、久しぶりに聞きました。ずっちーだ。コトさんのイメージ。ずっちー、ほんとに。愛の色よ。あ、そうね。ティカちゃん先生ね。そうだね。うん。うん。なんかもうリカちゃんエンドロール降りるみたいなイメージ強いよね。うん、強い。ちょっとこうエンドロールって感じね。そのイメージもあるんだよな。マキコさんもエンドロールね。ほんとに思う。あ、なんか言っとったな、それ着替えまで、なんか、ここにいる気持ち全部取れちゃったみたいな感じで、ね、着替えが来て、あ、そう、大丈夫って言ってた。そう、大丈夫って言いながら、ゆずきはもうスタンバイ行ったんだけど、リカさんマジ一人ですごい喋ってる、ずっと。うん、全部聞いたよ。優しい優しい、ほんとにリカちゃんかわいすぎ。かわいいな。ゆずきが坂川に出てた日はピオスがダブルユニットでした。ああ、なるほどね。じゃあインダロールって愛の色だったのかな。確かに。確かにニューエラ、ニューエラ、そんなやつやろ。ああ、白白白黒みたいな。もう変えてたんだ。うん。あ、そこで入れてくるんだ。そう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 。最後じゃなくて。チームしとってたよ。そう。なるほどね。リカちゃんも女性だから確かにね。現に後輩結構リカちゃん好きって言ってる子いなかった、うんうんうん、ね。誰だっけ？川島美晴ちゃんか。あ。なんちゃったね。なんちゃった。二人は鉄棒の坂上できますかだって。ん？坂上できますかだって。できません。意外なんだよね。なんかめちゃくちゃ外でさ、遊具で遊んでそうなのにさ。いや無理、引きこもりだから。意外とだよね。できない。え、でもできてましたよ、小学校の時とか。本当？でも中学校とかもできなかった。体力の低下を感じた。嘘でしょ、早いわ。バレバレだったんだけどね。本当に。しっかり目からビーム受け継いでるよ。うん。なんか似てるよね。似てる。似てる似てる似てる。似てるよね。なんか全部似てる。うん。うん。そう言ってくれてた。めっちゃ昔。そうね。こういうね。うん。うん。あゆちゃんも一人逆上がりできそうですねって。できない、できないですよ。いやでもわがままは割とハマり役だったと思うんですよ、おちゃんも。うん、だから全然、うん、ちょっと二人でちょっと受け継ぎたいなって。お、いいじゃん。狙っていこうと思って。いいじゃんいいじゃん、受け継げるよ。ちょっと頑張りたい。全然すごい似合ってるもん。やった。そっか、終盤か、早いな。
これ作るの、この人やっぱりやっとるな、かわいい、かわいい、確かに、おうちゃん目力すごいな、すごいマジ、あやさんって感じ、本当にあやさん、でも2人でなんかユニットやってる時も、うん、かのんさんとあやさんの映像を見て撮影したから、うん、もうちょっと意識してみんなやろうってなってるから素敵、似てた、うん、目力ちゃんと出てた、しっかりそこまでね、うん、さすが、いや、この後も好きなのよ、ねえ、わかる、ね、ゴリカちゃんの呼び込みでみんな入ってきました、フリマネもいいですよね、ね、いいよね、てか、なんかこの公演感想の振りがめっちゃ似すぎて超苦戦した、確かに確かに、全部同じに見えてそれかーってね、うん、うわー、これ、ナオさんとシンメなんだよね、うんうん、てか、細っ、ゆずさん、ちょっとこれ、着痩せね、うん、違う、コルセットありがとう、ダン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 、ほんとにいいわ、好きだわ、はい、ダン、ドゥン、かわいいわ、ね、まず状態良すぎ、うん、ドゥンドゥン、なんかここ笑っちゃうってチカちゃん言ってた、やっとるからさ確かに、え、これそういう振りなんですね、そうそうそう、らしい、え、二人のその絵見たかったね笑っちゃうよな、ドゥ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 、え、マジリカさんの表情の作り方すごい、すごいのよ、勉強になるね、ほんとリカちゃんはすごいよ、うん、ほんと勉強になる、息がなったくるるじゃんじゃんパンパン、すごい眠くなってきた、どここの曲で眠くなってくる、嘘でしょ一番嫌なやつじゃん、眠たくなるっていう公演中ダメですよ皆さん、ダメですよ皆さん、本当にみんなダメですからね、すごい悲しくなるやつじゃん、ダメだよみんな、ジャン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 、劇場で寝てる人見つけたことある、全然あるよね、なる、ね、なえるなえる、え、うーんって裏でみんななってるよね、なえる、みんな起きてよね、ダメよ、そっと息をせる、ずっずっず、汗が滴っとる、いいですね、汗、汗がもう熱いのよね、本当に汗あんまかからすぎて、本当美浜の時とかめっちゃ自分で濡らしてた水で、あ、アリちゃん、アリちゃんだよ、ほんとだ、終わった終わった柴田さんのアンダーだった勇気がハラミナポーズだった方が、そうなんだよね、あやさんのポジションでずっとアンダーだったけど今回はね、原さんだったのよ、原さんのポジション美味しいとこが多かったかな、位置的に、ま、これ真ん中なんでみんな見てください、あ、でも映んないんですよね、あ、来たよ、あ、終わった、ね、アイリからユイユの流れ多い、流れ多い、真似だけしてもう難しい、まだまだ今振りして真似しての感想です、感想です、ここの感想めっちゃ頑張ったね、そう、直前にギリギリまでね、そう振り合わせたよね、しかもあれ逆の振りも今までやってて、うん、あのリハまでずっと、うん、直前に変わったから確かにやばいね、フォッカノン、でも間違えませんでした、さすがさすが
すが。この抱きしめる時のナオさんがすごいセクシーね。うわっ、何今のゆずさん、すごい、やっちゃったわやっちゃったわやっちゃったわ、あれは。ほら、ね、すごい、もうテイストがさ、もうさ、ね、うん、すごいすごいよね、セクシー。言うまでも少し恋人のなんか手が、これか、うん、これなのかもう全くもうわけわかんなくなってた難しいよね、これ、ね、難しかった。これ映像で理解するの大変だよね。私こう出てるんですよ、二人とか。あ、そうね、コンコンしてるね、コンコン、コンコンしてんのよ。じゃーん、おー、いいね。あ、来た、次ね。え、はい、これ間違えました。もうすごいことになってます、ごめんなさい。みんなが苦戦した、ごめんなさい、本当に。え、本当に、あ、映ってない、映ってない。あ、ここ、この後だ。あ、もうすごいことになる。あ、でも分かんない、やっぱり、もう分かんない、すごい、カメラワークすごい、でも見なかったのに本当に。はい、はい、はい、これめっちゃ苦戦した、みんな。え、難しいよね、うん、もう A メロからむずい、本当にむずいですよ、これ旗ね。しかも歌われた人もみんな難しそうだった。難しかったよ。旗の振り方もさ、ちっちゃい違うじゃん、回すのか、そう、ね、こう、そうそう、やるのかとか、外なのか、内なのかみたいな、くっちゃ難かった。なんだっけ、ゆずさんの歌わりのところの2番かな、うん、足めっちゃむずそうだった。あの、難しかったね、やばい、難しかったっていうか、なんか分かんなくなっちゃう、動きが。覚えたらいいけど、覚えるまで超大変そうだね、本当に。本当そうなんだよ。まだ違いますよね、2番ですよね。うん、2番。じゃん、じゃん、カメラワークきます。サブスきたわ。ルーコの肩むずそう、むずいんすよ。え、まだ踊れる、やりたい。小物はね、難しいんだ。あ、来た、ここか。あ、来る、グリッ、右、ジーバブーン、右で、映ってない足、いいの、超、うん、見たかった、ドゥン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 、ね、映ってなかったね、うん、ちょっとややこしかったんだよ。大丈夫、ここの振り難しそうだったな。1,2,3,4,5、はい、まあ、触りです。3、上がる、じゃんじゃん、お、かっこいいじゃん死ぬ、かっこいいじゃん、いい、いい、ここでいい、ここでいいだったのよ、ゆずきは。それな感じなんだね、カウントがあるから、じゃんじゃん、のてむなしい世界を見よう、置いてくんだ、乗ってゆくよ。あ、来る、感想、感想も難かった。ドゥンドゥンドゥクドゥンドゥンドゥンドゥクドゥンパンうんドゥンうドゥングッジャン。多分これちょっと間違ったんだよな。え、そう、これ、あ、多分じゃない、ドゥン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 、使った、え、ここ、ここむずい、ね、ドゥンだもん、ドゥンだもん、はい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 、お、いいね、かっこいいじゃん、はい、あ、いいね、いいね、追い切れない、ジーン、ひらく、ずる、
けど、もういいね。まあ、え、なのね、あ、変わったんだ。そう、変わった。あ、でもできてる、こっちの自分。そう、なんか今回そう、なんかできない振りとか増えちゃったから、移動とか振りはちょっと変えたりしてるね。おいてんだ。旗欲しい人多くない？めっちゃ。これ？うん。欲しいですか？一緒にやる？激ムズだよ。やりましょう。激ムズ、マジで激ムズ。激ムズだよ。先にやる。だ。肩を押してました。はいはいはい。みんなを待ちます。踊りたい。もう一回。ね。じゃあ今踊れた。違うやん、かわいい。あ、ちょっと落ちてる。あ、終わった。じゃじゃじゃ、この指は見ます。かけます。これ見ます。かけます。来た、楽しいやつ来た。大好き、これが一番好きだった。あ、本当？楽しいよね。いいの、それ、いいの。照明超いいですね、明るくなった。いや最高なんだよ、照明、マジで。はい、ほとばしる水のダンス、あれのように好きだわ、この通り。照明の天使、ここ、おまま楽しかったな、ここ。かわいい。何、眉毛染めの振り、クソかわいいやん。はーい、はーい、はーい、かわいいな、振り。ほんとそれな。ここ好き。無条件でぶち上がる。いや、それなんすよ。ほんとにそれなのよ。照明距離があるからね、劇場の数は多い、うん、そうなの？え、そうなんですか？そうなの？知らなかった。かわいい、なおさんの更新かわいすぎ。えー、見たかった。かわいい。シャワーの中でエグザイル。難しい。見せば、まだ髪もならさ、どかないよ、すしょうら取り上げる松の方へ待ち、ふめマジ歌われ好き。仲よりも愛のよく視力メッセージで聞く気がする。かわいい。めっちゃ振り好きなんですね、ここも。ね、はい、飛ぶ。かわいくないですか、振り。かわいいよ、カノン。はい、あ、カメラ来る。せーの。リボン取れとるやないかい。かわいい。いいね、かわいい。かわいいさ、ちょっとね、映ってましたね。かわいい。いやー、いいな、ふーって言ってる人楽しそうだな。さっき歌っとった、踊ってた人、踊ってました。あ、一緒だ。僕、いいな、ふーがさ、楽しそうすぎてさ、それ見て笑っちゃった。思った、リカさんの声めっちゃ好きしたもん。ほんと面白い。わぁ、振りコピーしてるのではありません。オリジナルです。そうです、そうです。やってました、やってます。計画を終わりまして、みんながラッカーを内緒で取りに行ってます。これめっちゃ怖かった。あれ苦手なんですよね、クラッカー。これさ、リハさ、何も出ないさ、うんうん、やつでさ、あ、そうじゃないですか。ほら、一人だけや
当たりだった。じゃあもう一人いて、あれ嘘、あれみたいになって。そう。びっくりしたんだよね。そう、出てなかったゆうさん。あ、そう、クラッカーをね。リボン取れたの気づかなかったな。え、本当じゃん。ね、取れてたらしい。この後が、うわ、いいなぁ。これを国歌、国歌にしましょう。めちゃくちゃいい国歌なんだ。すみません、途中からですが、何時間何分くらいですか。あ、どうなんだろう。あ、わかんないけど、1時間29分。わ、1時間29分。みんな背高い、確かにね。え、このメンバーのこと？あ、公演中ハプニングなどありましたかって。なんかありました？ハプニング？どこだっけな。でもまあクラッカーの中身が出てこなかったこれ。公演中のハプニングでしょ。うん、公演…でも自分の間違いしかない。嘘？本当に手のひら徘徊したんですよ。あ、手のひらじゃない、ファンレター、ファンレター徘徊した。え、だからちょっとそこ見てほしい。なんか見てほしいだろ。みんなで倒れて2列になってるじゃん。はい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 。でも顔をみんな顔だけこう1列でなんか抜かれてるんですよ。周りいないから後ろにいるんですよ、うん、でも途中から1人顔が出てくるんですよ。そこ見とく。見とこう。じゃあそこ後半なんでまだまだ、うん、そうしとこ、見とこ、見てください。大人ゆうゆう、ソファネタの前。あ、すごい、1万人超えたらしいですよ。わー、嬉しい。ねー、ありがとうございます。わしはショーウイクさんです。嬉しい、ありがとうございます。やった、1万人超えた。この衣装、お腹しんどくない？だって、え、全然別にしんどくはないですよ、うん、逆に隠れてる方が冷えないからありがたい。すぐお腹壊すからいい。そう、すぐ温めない。そう、温めさせてほしい。本当に見切れた。何見切れた、あれ、なんだろう、切れた、なんかあったかな。外資ホール満杯。あ、そうだね、それぐらいの。あ、でも1万2000、1万3000弱っすね、今。別にいいだよ、そんな無理しなくて。そうだね、カドの前がね、そう、それがあったの。真ん中がなんか、シャツはインで、もともと。で、リハは知らなくて出してたの。だから、出るやんって思ったけど、結局本物見たら、あ、インだったんだと思って、そしたらなんか、急にカード範囲にしてもらって。出せなかった。無理だね、みたいな。無理だねってなった。出さないって、貴重ですからね、今年は。そうなのよね。肩が冷えちゃうからね。肩冷えちゃうからね。か弱すぎ。ゆずさんか弱い。ダメなの全部。あと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 。本当に。ダメね。期待と髪型はどうやって決めたの？ハーフアップだったんだけど。うん、普通に巻き下ろしにしよう。なるほど。なんかちょっと邪魔になるかなって思ってにしたね。でも当たり、かわいい。ほんと？でも横毛邪魔なんだね。そう、邪魔だった。しまってたけど出てきちゃったんだよね。ほんとに。アイリタはなんだっけ、ねじりみたいな。まあ、クルリンパハーフ。クルリンパ、かわいらしいのしてらした。そう、かわいい。ちょっとアイリも巻き下ろししようと思ったんですけど、うん、ちょっとスッキリさせたいなと思って。ね、ちょっとスッキリさせた方がね、踊りやすいし、せっかく顔が映るってなったらさ、うん、隠れちゃうもんね。そうなんですよね。本当に。そうそう、本当に。こう思うと、俺の格差がすごかったんだね。違うと、別にそういうわけでは。格差がすごく、あ、なるほど、うん。いや、でもその人の良さがあるから、毎回ね。うん、何が。そうだよ。過去がどうとか、別に。そんな固定概念に。うん、ゆずさんの引っ張られない方がいいと思う。死ぬ。死ぬ。まあでもゆずさんの
それぞれでいいんじゃないですか、はい、本当に思うんだけど毎回よかったよかった。覚悟アイタン来たよ、サイマキッズ来たよカレンダー入れてるの、うん、サイマキッズ来たよ。アイさん髪伸びましたねってつけましたねそれだ二人ともそうだけどね、つけた本当にあっこさんは、うん、確かに本当に喋る機会なくなったわかる、そうなるよね。いやなんか喋る子なんですか、そんな別にスユズさんみたいな感じで、うんうん、一緒にいないから、うん、そう喋れなくなっちゃった。確かに、まあ、チーム違うと全然じゃない、うん、本当に、ね、絡む回数が、そう絡みがなくなるから、そうなんだよね。そうなんだよね。ひなのね、大会系だと思うんだよね。うん。SK って感じ。うん。まきこさんとあおみさん見間違えることありませんか？え、ないです。ないよな。それはない。いや、あれね、ファンの人ってね、すぐね、見間違えるんですよ。いや、まずりんかちゃんと最近見間違えられる。すぎて、取るっちゃに取るしな。そう、いやでもね、なんかもう言いたいだけだろってぐらい、うん、なんかどっちがどっちか分かんないとかあるから、もうそれは絶対に言わない方がいい。あ、だってよ。そう、本当に言わない方がいいよっていう。似てるはずないんですけどね。おもろい。可愛かった。可愛かった。ねえ。誰がだめ？そう。大人なっちゃった。そう。言いたいだけです、まだしょ、ほら、言うのやめたほうがいいよすまん、似とるリンカ担当は似とる、わら似てるけど似てるも金庫だって、似て、言い過ぎないくないと結構ガチだ、ガチで言うならおもろいうん、あやちゃんとりんかたんは双子説がある。いや双子だけど、うん、姉妹だけど本当はね。あ、姉妹なんですよ。らしいです。姉妹だけらしいです。じゃあ似とっても仕方ないな。確かに仕方ない。じゃあ似とっても仕方ないな。それ仕方なかった。それはそうやなったらな、仕方なかったなるね。うん、ロンちゃんとあいこさん、いやね、ほんとゆずきもね、正直に間違えちゃうんだよね。あんまり正直間違う時ある。見てるって分かるよ、分かるんだけど、うん、見えるわって。あ、確かに、なんか見えるっちゃ見える。ちゃんと分かるよ、ちゃんと区別つくんだけど、なんか見間違えることはないんだけど、ああそう、あ確かに言われてるのは分かるってのはなる。ほんとにのばめ娘って何？え、それ何なんですか？あれ分かんない、ね、あれだ、コンビ名を考えようみたいになった時にリンカさんとモバメ、え、モバメ娘だったっけ、うん、モバメの内容が薄いみたいな話になった。なんかわかんない、それだったけど、ゆずきとゆずきの違いは絶対見間違えないと思うよ。あんな人よくないもん、ゆずきとゆずき。もうだから言いたいだけで、ね、それはそう、見間違えないけど見てみる。そう、そうなんだよね、見間違えないのよ。そうだから、ちゃんともうそれ認識してるからね、うちの場合は。で、でも兄は最近もうめっちゃどっちがどっちか分からん米が多すぎてさすがにうざいだからみんな本当にちょっと気をつけて、ほんとにおもろい、おもろいな、見つけ見よう、おもろいな、おもろい、長いですね、MC。長いね。長いですね。みんな気が頑張ってるんでね。確かに。あ、長いとか言ってたら終わった。さあ。あんちゃんとね、見たことの中より薄いしね。やば。ちゃんと載せてるよ。結構ストレートに言ってくる人、お好きに。
寝てるよ意外と。ストレートすぎ。ファンタも大好き。あれ本当に。歌。でこれ本当好きって。歌詞が良くて、だから ZEP の6期のコンサート時に歌いたいって、うんうん、そう言ったんだよね。そう、しかも歌いもダンスも一緒だったかな、その時と、そのね、踊る人でしたね。あ、踊る人だった。あ、シュール、大会した時教えてね。あ、分かった分かった、バッチリ。でこれシュールですよね。でもいや、3週人だけね、一人だけ踊ってる、一人だけやっちゃってる、心を込めて。私ダンサーだから。いい、今の目にはあいたの後ろで、本当だ、ごめんね、あいたの後ろでゴソゴソする、ごめんねごめんね、ゴソゴソして、本当だ、あいたの後ろでゴソゴソってのはずっと思い出す。集中したいところでね、あいりかん、あいたの人とかさ、あいりかんだって、なんか目覚まりだみたいな。いや、本当に、あ、そう、ここ立ったりねするんですよ。本当にやめてもらっていい、変な踊り来たとかやめてもらっていい、謎ダンスとか言うのもやめてもらっていい、頑張ってるからいいのさ、やめてもらっていい、本当に。そしたら歩いていた、なんで伊崎さんだけ踊ってる、そういう振りなんすよ。そうなぜとかじゃないの。いや、振りじゃないですよね。振りじゃない、決まってるの、なぜとかじゃないの、振りなのよ。一人だけ踊るっていうね。そうそう、ゆずきの他にもね、あのなんかキョンさんポジのことが多分踊ってるはずだよ。ゆずきだけじゃないからね。あみちゃん、あみちゃんのあそびか、そう、本当にもうこれね、当て込まれちゃったから、当て込まれてるね、本当に。意味付けあるよ、3年って、3年の月で3年って意味付けやってますから。いい、この何これ多分これ知ってると分かってる。分かってる、これは分かってる、分かってるけど見なかったですね、多分ね、本当に。そこがいいですね、逆に。カメラ目線じゃなくて、そう、かっこいい、しないよみたいな。あ、ここ好き、この尻込み、ね、これ上、これやばい、これ気持ち入っちゃうよ、入っちゃう、入った、この時ただ、結構やらなかったんだよ、ポジション的に。そう。でも、あのダンスに気持ち込めてるから。いや、マジで込めてる。最初のダンスにね。うん。こんなみんなに変なやつとか言われてるけど、めちゃくちゃ気持ち込めたね。本当に。変なダンスする。一人でガヤガヤと。変な踊りに全て。やめてもらって。かっこいいですよね。で、泣きそうになってる。え、知ってるやつ、誰にも気づかれなかったんだけどさ、ファンタで泣いてたんだよ。そうでしょ。デオピだけ気づかれた。そう。言い方すぎた。どこ開いたの？ここまでです。あの、開けられます。奥？奥。奥の一番後ろ。はい、一回。2列になる時です。ここやばい。ここいいですね。え、待って、泣きそうじゃん、本当に。え、みんな泣きそうじゃん。やばいよ、これは。じゃあこれの向かった先にファンの人がいたのよ、うん、だから余計なんかやばかったってのもある、本当に。これめっちゃいい曲ですよね。気を寄せたくれる、また自分なんか自分もうるうるしてる、なんか泣きそうじゃないのに全然。いや、これはマジでいい曲なのよ、すごい。もうより思い出深いですからね。いや、そうなのよね。あ、ここいないですよ、いるんですけど、本当はここに。あ、待って、この後に。あ、いた。でも、順番じゃない、でも。違うんですよ。違うんだ。みんな忘れてる。梅崎はなんか順番で入ってきてるのかなって思っちゃった。うん、そう。フォーメーション的にね。そうです。ひょこって。でも、見た。ひょこ、からの、ひょこ、みたいな。そう、映ってないだけで後ろであり、どこ入ってってなってる。カメラワークってすごい。カメラワークだったよね。うん、男の方も。でもこれは実際になって順番にさ、なんか並んでいく感じだと思ってたからさ、その破壊してると思わなかった。遅いですよね、待ってるとね。思わなかった、本当に。面白い。ああ、そう、だから点々があったら、ちょっと死んでたから、よかったかもしれない、なくて。本当に。本当に。そうだね。
あ、ここはカットさんじゃない。あの、ここも。まんまかな。ね、あれ。まんまか、まんまっぽいね。今頑張ってます、みんな裏で。うん。違うよ。毎回帰ってっちゃう。そう、帰ってっちゃう。なんかさ、いいよね。ありがとうございます、うん、とか言わずにさ。あ、わかる。なんか、これね、自然と歌って帰るみたいな。ね、よくない?その割り方好きだね。ね、その割り方あんまないですもんね。ね。いいな、確かに。あ、ジグソーパズルとかじゃない。あー、確かに。終わってるのも、最後2人だけ残って、ね、みたいな。あれもいいな、ね、いいよね、この終わり方最高で、アンコールで最後ちゃんと挨拶して終わり。あとこんなアンコール言わざるを得なくない、うん、みたいな。終わっちゃった、ちょっと待ってみんな、そう、終わっちゃった、戻ってきてってなっちゃう、うん、なるなる、本当に思うんだよね、本当に。器のクローバーライト、いや、そうだよ、ハンネタの雰囲気的にね、うん、これもいいと思いますよ、うん、器のクローバーね、おしゃれだわ、すごい、照明すごい、え、起きた、え、こんなんあったんだ、すごい、ね、手拍子でね、してくれてたもんね、感動、そうなんだろう、すごい、そう、少ない方たちだったけど当たった ね、 ね、 たね、いて、すごいよね、ちゃんとやってくれてたんだ、すごい、30人ってなんか意外と少ないなって思った、もうちょっといると思う、少なかったね、本当に気持ち程度数人いるみたいな、選ばれしだったね、いや、この公演を通して仲良くなったメンバーはいますか、どう？この公演通して、でもこの公演通してっていうか普通におーちゃんとはまあめちゃめちゃ仲いいんですけど、そうだね、そうユニットも一緒だったし、あれ3公演とも全部おーちゃんと一緒だったし、あ、そうなんだ、そうだからよりなんか話してたら、確かに、よりね、そうあってずっと楽屋でも一緒だかもね、確かに、ゆうきもちゃんとずっと3公演一緒だったから、うんうん、教えたりとか練習したりとかして、うん、結構確かにずっとね一緒に、あ、そうそうそう、だし、でも後輩と結構喋るなったかも、確かに、うん、うん、意外と誰と喋ってたかな、何喋ったっけ、ゆうゆとか、ゆうちゃんとか喋る回数が増えたかも、確かに、でもなんか本当にあれですよね、喋らない子とかも喋るようになれましたね、ね、あ、ひめたんとかユニット一緒だったから合わせること多くて、それで話したりとか、うんうんうん、合わせるときにひめたんを探したとのレオだと、うんうん、だひめたんがひじきくんずっと食べたかったアイス食べてて、うんうん、アイス食べてる、あ、いいのと思ってついつるようになって、ひめたんのひじきが食べたアイス食べてたって本当に言っちゃったちょっとどうしようってなるから、ひめたん思いながら、え、何それ、めっちゃ気になる、そう、なんか生チョコかな、あの細長アイスで、うんうん、決めたんが、いや、アイス食べてないですとか言って、決めとって全然いいんだよみたいな、気になるから、その目の前で言われそれいいの自分の感情出しすぎちゃった、出しすぎ、それ出てる、そう、めっちゃ面白かったですね、決めたんも、なんか普通にみんな喋ってくれるから嬉しい、うんうん、あ、来た、来た、リカちゃん不義理、レオが笑っとんだよだよな、今日もライブかわいいいいね、激しい、このピンクと激しい、いいね、チュク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 、最後に合わせる感じするね、うん、でドゥーン、小振りしてたんだよね、かっこいい、マコさん今の好きだな、本当にこれ変えたらどうぞじゃんじゃんじゃん、でも会っていないよ俺たち、違う道を歩いた、よく見るとピンクとブルーなのか、これはね、ピンクとね、緑です、緑、緑です、緑、
なんて言ったの？アンコール、行くぞーです。歌うこと。この曲意外と激しいね。そうなんだよね。いや、本当にそれ。だってこれもう、これだからね。重心ない、すごい。重心がさ、なんか、うん、なんかずれちゃう、本当に。てか、この振りしてたんですね、この曲の。すごい。あ、そうそうそう、してるの。知らなかった。パッパッパー。どうだろう。どうなっていたけど。なんかアンコールで T シャツじゃないの珍しいですね。そうだね。今回 T シャツ短パン一個もなかった。うん。あ、え、そうなんですか。そうなの。ちゃんと全部一緒だったの。うれしい。これから消息不明。うん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 。出てた。こんなに激しくないぞ。だって、え、そうなんだ。やっぱなんか好きって全部そうですよね。他の、うん、なんかめっちゃやれません。やっぱさ、ココがさ、うん、なんか自分が自分がっていうタイプだから、うん、多分こうなると思う。なるほど、うん、いや、それはでもいい子だと思うよ、うん、だって別に他と一緒でつまらんくね。確かに。いや、でも本当に他のグループさんよりめちゃめちゃなんか違うものみたいになってる気がする、ね。だからそれぞれ良さがあるじゃないですか、うん、グループの。 SK はめっちゃなんか激しいですね。そう。パフォーマンスの SK だと思うんだよね。うんうん、確かに。ゆうきはだと思ってる。テク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 チャン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 ドゥーン。きた、半端。半端のイケメン。ドン。半端だ、半端だ、イケメン。半端。これは前のね、ステージに降りてきて。降りました。タンタンタン。You can let クラブは。歌ってますね、ゆうさん。これはね、列ごとで歌われ変わってます。そうなんですよ。でもいいね、これ。これさ、リハーサルとさ、全然さ、みんな激しかった、激しかった、え、こんなするっていうね。自分もしたし、なんかびっくりした、ね、みんなに合わせた、超ね、こんな、髪にするみたいになってるね。思ったやんなきゃって思ったよ。焦ったよね。焦った本当に。あ、ツーショット、ツーショット、うちらのショット来た来た。上がります、上がります、上がります。すごい、すごいだね。向かう。さあ、レブたちは住む世界違う。ボックス、ボックスね。見えて、おい、カメラ待ってたね。待ってますね、あれは、ね、すごい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 んだけど。やってた。すごいすごい。なんかさ、視界に入ってたのよ、ナオさんとかマヒコさんとか、すごいすごいすごい、すごかった今。すごい、ナオさん、そうそうそう、
知らなかったね。びっくりしたよね。びっくり、今びっくりした。あの本番で覚醒しちゃうのよ、ちょっとびっくりしちゃった。いやでもみんなそうじゃないですか。すごかったよね。うん、すごい。あとあれとかあれ、ある兆しとかもみんな更新すごいね。へっと思って、知らない知らないってなる。ほんとそれな。いやあるあるだな、これは。あるあるだよね。いやそしたら合わせるよとなるよな。そうそうそう、合わせるから合わせるから、ね、本当に、まあ、あの映ってるモニターで知った、あるよ。もうこれ多分言うとき、あの多分、うん、やばそう、合わせた、映ってて合わせなきゃ合わせなきゃ、やだな言ってみたいな聞いてない聞いてないってなってる。ここでね、ここでも本当におもろい。あのなんていうか、これがね、すごいね。半端な半端なイケメン、半端な半端なイケメン、半端な半端なイケメン、イケメン、半端なイケメン探してますよ。そう、これ探してる。いたーマジかみたいな。じゃん、これなんか若い子がみんな、うん、その初めて出る子たちとかが、うん、半端なイケメンはなんか半端ないイケメンだと思ってたらしくて、あ、そういうことね。そうそうそう、中途半端の半端なくて、でも半端ないイケメンみたいな、そういうこと、逆に、うん、かっこよすぎる半端ないイケメン、そうそうそう、現代の半端ないイケメン、危ない、すごいわ、時代を感じる、うん、そう、2B で終わるのもいいなと思って、めちゃくちゃいいよね、超いいなと思って、本当、え、この曲で泣くんじゃないかなと思ったけど、うん、ファンレターだったわ確かに、ファンレターでみんなもう泣いてますもんね。泣いた、マジで。なんかチーム K さんの曲ってめっちゃ最後の曲良くないですか。そう、ベレとかも、そうそうそう、サヤとかもいいし、めっちゃいいくない。そう、2B もいいですよね、歌詞が泣かせに来てる、うん、しかもそれでさ、明るいのもさ、ずるくない、うん、わかるなのに、超泣ける曲っていうのがすごい、ずるいわ、マジで。しかもね、坂上がりは手のひらで始まって、うん、2B、うん、流れも完璧、一人の神、いいね、本当に好きだわ。なんでこんないい曲なんだろう、ね、明るいテンポで泣ける曲というか、本当にいい。ミラーを残してある、すごい、もう早いですね、もうここで泣いちゃいます、もう終わってしまう、バレたの、というかで言うのか、確かに、ささやもさ、卒業公演って言ってればやばいよね、やばいですよね、やばい、大きいですよ、あんな、いや、アニも卒業公演するんだったらこういう曲で終わりたい、ほんとね、うん、めっちゃいい曲。みんなこっち向きます、みんなこっち向きます、僕の期待なみこさん、いいな、ほんとね、うまいのよ。何も迷ったりせずに、むこさん黒くない？え、黒くない？ちょっと正面が当たりきたらやけど。え、本当に？本当だよ。すごい健康的。いい歌やもう。いいな。いいって言っちゃいそうになったまで、え、なった、にぃでもたまに手やってたと思う、ね、危なかった、ほんとに。そう、実はフリブイ、いいバージョン見てたんで、うん、ね、そう、そういいとかね、あの、なんだっけ、街角のもんじゃない、うん、言いそうになる、なった、なった、ほんとに。数えて、いるとうん、残して最後に
ってるよ、ね、響く時に目覚めた意味に気づくはずさ、余計知らみ始めた空は青で、それだけの夢を見て、自分がすべきことを切り描けるの。いや、言うた。終わっちゃう。ねえ、終わっちゃいますね。ね、早い。終わっちゃうよ。過去にも残すにもつらある。マジかし、何なんですかこれは。いや、本当にそうだよね。それは泣くわ。涙ふかし涙ふかし今来たとこなのに終わってまう。終わってまう。テン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 、 SK コール、ここ？ SK だ。どこですか？チーズイン。あ、チーズイン。でもこれなんか千秋楽の1個前ぐらいの声出たことがあったな。その時にチームイコールをもう前に受けて感じたわけ、ゆき、うん、全然わかんないのに泣きそうと思う。知られてね。すごいみたいな。なるほど。そう、違う意味でなんかほっとして泣いてたのに、うん、途中からなんかそのみんなのチームイコールにやばかった、うん、すごく感動した、いいな、本当に感動しますね、これは。しかも感動する、うん、なんだっけ、振り振り、定点、うん、もらった定点が千秋楽で、あ、そうだったね。そう、イエイイエイオーのところのゆかりさんがめっちゃ好き。いや、マジ、ありがとう。ライブあるね。ライブだったよね。でも本当に良かった。なんかやりきった感っていうかね、うん、本当に良かったんだなみたいな感じがもうすごく良かった。これめっちゃ好き。最後めっちゃジャンプするね。完璧。ラスト。すごいな。カン&ペキア。カン&ペキ。カン&ペキだ。ということでね、無事 To be continued まで終わり、公演がね、坂上公演が終わったわけだったんですけども、皆さん的には坂上公演をね、どう見えていたんでしょうか。確かに結局有田も初めてやって、はい、最初で最後ね、今のところ。そうなんです。だけどどうでした？めっちゃ難しかったんですけど。難しかった。そう、覚えたら覚えたら楽しかった。超楽しかったよね。またやりたいなって思いましたね。うん、この今回のメンバーと一緒にできたのがすごく嬉しかったなと思ったし、本当に全然何回でもやるよね。やる。何回でもやるよな。やるし、なんか強くなった。今回めっちゃ頑張って。おー、さすが。だからなんかもういろいろ覚えれる気がするから、本当またもう一回やりたいなって。本当なんか先輩の立場で言うなら、本当に後輩の子たちがすごいなんか頼もしくて、うん、なんか本当に聞いたか、みんな、うん、本当に楽しかった。やったって思って、うん、なんか本当にやってよかったなってやっぱ思ったね、うん、最後このみんなやり遂げられてよかったなってな、うん、すごく思いましたよ。ユニットもね、よかったですね。楽しかったね。だからなんか、うん、アイリも違うアイリが多分見せれたと思うし、ユリキも違うユリキが見せれたと思うから、うん、本当に結果いい企画だったと思います。うん、やってみてなんだかんだ終わりで、ね、で結局みんな終わっちゃってさ、なんか終わっちゃったって感じだったからね。うん、そんな感じで。楽しかった。もうあっという間に、ずっと喋っちゃったからな。うん、アーカイブってずっと見れるんですか？いつかまでですよね。なんか、日にち決まった気がする。あ、あるらしいわ。日にち？読むわ。アーカイブはですね、そう、視聴期限っていうのが皆様ありまして、うんうん、この逆上がり公演は、ファンストリーム、LINE ライブビューイングは、今日の9時。待って、あと2分やばいよ。あと2分、あと2分まで、あと2分までで2分しか見れない。ストリーミングプラスは明日の9時まで11日の9時までということなので、あと2分の人はギリ見れると思うよ。
ギリ見ると思う。ギリ見れると思うけど、まあ、ワンス、あ、ストリーミングプラスの方は明日の9時までとなっておりますので、うん、ぜひ、最後の最後目に焼き付けてくれたらなと思います。本当に何回でも見てほしいから本当に、ね、で本当にメンバーがこんなに楽しかったと思うぐらいですし、うんうんうん、本当に、ちゃんとね、よかったと思います。見てください、はい、そうそうそう、23時59分ではなく9時ということなので、あと2分ですね、うん、皆様楽しんでいただけたらと思います。さあ、明日の配信はですね、11時から、青木りかちゃんと目指みれいちゃんが出演します。2人はね、青春ガールズ公演の実況をしてくれると、実況とか振り返りをしてくれるそうなので、ぜひそちらも。この2人めっちゃすごかった。印象強いんだよね、青がも。この2人。ちょっと見てたんだけど、モニターで準備しながら。すごいね、印象残ってる2人だなと思ったから、ぜひこの2人の配信もお楽しみにしててください。はい、ね、それね、明日も長くなりそうだね。はい、ということで円盤欲しいです。それな、うちらも欲しいよな。ね、欲しい、本当にうちらも欲しいぐらいならね、ちょっとよく言っておきます、上にね本当に皆さん期限の方だけ忘れないか、うん、他の公演の、ね、期限もあると思いますので、うん、楽しみください。あとは12周年記念グッズと鬼滅グッズも現在発売中ということなので、もろもろね、この記念グッズって多分ね、いろいろあると思うので、そちらの方が全部まだ売ってるよね、特設サイトでご確認していただけたらなと思います。じゃあ最後となんか、あれ、言うことある、最後、言うこと、うん、もうみんな可愛いのでぜひ用意してください、いろんな人そうだね、適応して知識知らない方にもね、こうやって見てくれる増えたらいいね。いいですね。はい、本当に本当に全部楽しかったです。今日も振り返ってみて楽しかったです。はい、さあ、じゃあ終わりますかね。終わりましょう。それではここまでお送りしてきましたのは、スキーフォーテッドチーム K2 の日高ゆずきと水野愛理でした。最後に、せーの、エメリで SK48! バイバーイ。バイバーイ。コメントもつぶやいてくれた方もありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。